昔ね、バリバリバリューっていう番組があったの知ってます？テレビ番組です。成功してる人、お金持ちのお家に訪問して、どれぐらいの資産があるかっていうのをね、こう、紹介してもらうっていうね、お金持ち自慢番組あったんですよ。私実はね、あれ何歳ぐらいの時だろうな、30代前半ぐらいかな、そのバリバリバリューに出演依頼が来たんですよ、テレビ局から。で、それはね、こんにちは。NPO 法人日本霊気協会理事長の辻陽子です。今日もね、あまり霊気と関係ないかもしれないけれども、意識の使い方の延長のお話で、言霊について話してみたいと思います。私が若い頃にやってみた言霊実験があるんですよ。その実験の結果、どうなったのかっていうお話。まあまあ面白いと思う。ぜひね、お仕事とかで成功されたい人も聞いてみてほしいなと思います。別に霊気とか関係なくですよ。ちなみに私17歳、高校2年生の時にね、起業したんですね。で、20歳ぐらいの時までもうがむしゃらに働いて、うまくいきたくて、起業した当初ね。で、いろいろ四苦八苦していた中で、ある社長さんからこんな風に言われたんですよ。うまくいきたかったら、うまくいってるふりをしろ。つまり、いい言葉を使いなさい。例えば、そうだな、取引先にね、行った時に、そこの社長さんからね、私大阪なんで、大阪人の社長さんの、おじさんですよ。おじさんの挨拶は、最近どや？こっから始まります。最近どや？っていうのは、儲かってまっかっていう意味です。これに対して、おかげさまでぼちぼちやってますっていうのは、うまくいってますっていうことを遠回しに言った表現です。なので、私が若い頃、年配の方が社長さんをやってる会社では、そんな会話からスタートだったんですけど、そのある社長さんがおっしゃったのは、その、うまくいってなくても、赤字であっても、儲かってなくても、おかげさまでぼちぼちですって言え。さっき言った通り、ぼちぼちですイコール儲かってますっていう意味です。これを言いなさい。で、あとはね、その社長さんはね、こんな風にも言いました。まだ、二十歳になるかならないかの頃の私ですけど、9個でいいんで、質屋さんの質流れ品でいいんで、シャネルやエルメスの服を着なさい。今だったらメルカリとかね、そういうとこで買ってでもっていうことですよね。で、車乗るなら、中古のボロボロでいいんで、ベンツに乗りなさい。つまり、うまくいってる人だ。羽振りのいい人だっていう風に演出しろって言われたんですよね。で、特に注意されたのがその言葉です。こんな風にうまくいってなくて悩んでますとか、困ってますっていうことを一切言うなと。すごくうまくいってます。困ってませんっていう風に言えと。まあ、見栄を張れっていうことですね。強がれと。で、とにかく、まあ、感謝してますとかね、感謝してなくても言えと。でね、そんなことぐらいで注文がたくさん取れたりとか、うまくいくんだろうかって、やっぱりさすがにね、19、20歳の子供の私でも、本当かな、この社長さんの言ってることって思ったんですよね。けれどもね、その頃やっぱりね、ビジネスでうまくいきたかったから、成功法則本とかね、そういうのをいっぱい読んでて。そしたらやっぱりその日本人が書いた本じゃない本でも、言霊、言霊っていうのはね、日本人が書いてる、らっしゃる本には出てくるんだけど、まあ外国人のには出てこないけど、やっぱりね、いい言葉を使おうとか、ポジティブな言葉のみ発しようとか、で、すべての成功法則本に必ず書かれていたのが、感謝しましょうっていうことだったんですよね。すべての本に書かれてるっていうことは、やっぱりやった方がいいのかなと思って、徹底的にやったっていう話。具体的にね、どんなことをやったかというと、まず、その社長さんの教え通り、どこの会社の取引先や飛び込み営業に行っても、お姉ちゃんとこどない、どやって聞かれて、おかげさまでぼちぼちです。つまり、うちはうまくいってます。儲かってます。っていうのを言うようにしました。で、そうなんって、お姉ちゃんとこ、こんな不景気やのにうまくいってるんや、って言われた時には、おかげさまでありがたいです、なんていう返事をしてみました。
それからね、例えば私当時一生懸命やってたのはね、政治に興味がある社長さんのところに行くときには、一生懸命自分なりに新聞で政治のこととかを勉強して、頭に入れて、それで極力その社長さんと会話が噛み合うようにしてから行って、で、ちょっと雑談になったときに、最近の何々議員はこんなんやな、あんな発言しとったけどあんたどう思うって聞かれたら、まあ、できるだけ答えられるようにしたりとか、あとその、ギャンブルが好きな社長さんもいたんで、その社長さんは、競馬にハマってらっしゃったので、私もね、100円馬券とかを時々買って、で、当たりましたとか、外れました、ダメでしたとかね、こう、馬券を見せたりね、してたんですけども、まあ、例えばそのギャンブル好きの社長さんのとこ行った時には、別の社長さんにね、うまくいってることしか言うなって言われてから、実験開始したんで、当たり馬券しか見せないようにし始めたんですよ。そしたら、当然、そのギャンブル好きの社長さんは、え？お姉ちゃんって、もちろん私のこと社長なんて呼びません。子供ですからね、19、20歳の。で、お姉ちゃんまた当たったんって、わー、この馬券惜しかったね、100円じゃなくてもうちょっと買ってたら結構なお金になったのに、とか言われながら、毎回毎回行くたびに当たり馬券見せてね、毎週ね。そしたら、え、また当たったん、また当たった、すごいな、あんた、みたいな。奇跡的な確率やん、って。100発100中やな、みたいな。本当はそうじゃないですよ。外れ馬券を家に置いて、当たり馬券だけお財布に入れて、持って行って、当たり馬券だけ見せてたっていうことです。で、さすがやなとかって言われたときに、いやいやいや、私の家には外れ馬券が山ほどあるんですよっていうことを言わずに、あ、おかげさまでありがたいことですっていう返事をしてたっていうことです。で、他の会社に行ってもそんな風にして、うまくいってんだって言われたときに、いえ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 、うちもね、結構大変なんですよって言わずに、あ、おかげさまでありがたいですっていう返事しかしなくなったっていうことです。これでね、実験してね、半年も経たなかったですね。2、3ヶ月後ぐらいから面白い現象が起こりました。実際に注文件数が増えたんですよ。うわ、言ってること本当だと思いましたね。どういうことかっていうとね、当時日本は不景気だったんで、まあ今もね、景気良くないですけど、平成30年不景気でしたからね。不景気だったんで、験担ぎみたいな感じでね、うちのような零細の工場の商品をいつもよりちょっとだけたくさん注文したるわっていうような社長さんが出始めたんですよ。で、その結果、実際に本当にね、注文が増え出したんだよね。あとね、なんかね、その、一応真面目に高いブランド物の服を安いところで買ってきて着たりするようになったんですよ。そしたらね、それもやっぱりね、正直私はね、美容にも興味がないし、おしゃれにもそんなに興味がなくて、ブランド物なんか、遠いし全然興味がなかった。その、良さも価値もわかんなかったです。けれども、そういう格好をすると、やっぱり、あそこの会社は儲かってるらしいみたいな、その業界でなんとなく、こう、噂になるというか。まあ、そんな感じでうちの注文が増えた。で、同時にね、まあ、時代の影響もあったと思います。同業の他の工場や会社がどんどん倒産していってたんですよ。赤字で。そしたら、結局、倒産した会社に注文出して取引してた人は、注文先や取引先がなくなるので、その分が、どうせだったらうまくいってそうな会社と取引したいじゃない？だって、取引した会社が潰れちゃったらさ、多少はこう、煽りを食って損するわけですよ。そういうリスクは犯したくないじゃない？そしたらね、どこの会社がまだマシかなって探すわけですよ。そんな時に、こう、ボロボロの服を着てるんじゃなくて、わ、あの子、なんか、若いくせにいい服着てんじゃん。とか、あとはね、ベンツに乗りなさいはね、さすがにできなかったんですよ。っていうのはね、私ね、運転免許を持ってなかったから、自動車に乗ってなかった。なので、車は今の年まで一回も買ったことないんですけどね。まあ、とにかく、そんな感じで、コートも、まあ、見えるからに高そうな毛皮のコートとか着てました。まあ、そのおかげで、結局注文増えたんですよ。で、実験ね、半年から7、8ヶ月は頑張って続けたと思う。で、私割とね、やってみようと思ったら徹底的に試す方なので、友達とたまに会ったりしても同じことをしました。いいことしか言わない。
で、困ってたり悩んでたりするんですよ、本当は。うん、で、相談にも乗ってほしかったりするんだけど、その実験期間中は一切やらなかったです。で、いい話、うまくいった話しかしなかったです。そしたらね、友達の方でも変化がありました。それは何かというと、陽子ちゃんどういうふうにしたらうまくいくのか、人生でうまくいく方法、成功する方法を教えて、教えて、教えてって、いろんな友達や、友達の友達、友達の知り合い、いろんな人から聞かれるようになりました。結果的に、なんていうかな、私、もともと人見知りが激しくて、人付き合いって全然うまくない、苦手な方で、雑談力もなくて、つまりコミュニケーションが苦手だったのに、人がね、集まってくるようになったんですよね。つまり、前よりも、7、8ヶ月前よりも、人気者になったってこと。人が集まると、やっぱり、いろいろ、いい話やチャンスも来やすいです。つまり、この実験結果は、私調べではありますが、実際に人生の運気が上がるというか、つまり、人気者になったりすると、大体チャンスやいいものっていうのは人づてに来るんですよ。なので、チャンスが増えたり、いいことが増えます。これを運気が上がるという表現しますが、いいことが増えることね。まあ、そんな感じのことは起こりました。で、会社の売上業績も上がりました。ただし、こっからただしがつくんですよ。あのね、私的にはね、7、8ヶ月それをやるのが限界だったんです。なぜなら、おかげさまでありがたいです。ぼちぼちです。つまり儲かってます。って言ってたけど、言ってるほどに儲かってないし、自転車操業しているし、ひいひい言いながら、四苦八苦しているわけですよ、会社の経営や運営は。で、日常生活も、やっぱりコミュニケーションが苦手だったり、人に誤解されたり、友達との関係や喧嘩や、まあ、親子関係も悪いし、悩みもいっぱいあるわけです。それを発散する場所がなくなった。そしたら自分の中でどん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 うーってこう、うっせきしてきて溜まってくるわけですよね。これをね、吐き出せないことは、まあまあ精神衛生上悪くて。んで、私そのカラオケで発散とかそういう趣味もなくて、そもそも起きてる間の大半を仕事に時間使ってますから、カラオケ行ったり飲みに行ったりすることをしてないのでね、遊んでないので、まあとにかく出せる場所がなくなって、で、まあ、本読んだりとかね、寝る前に漫画読んだりとかして、ちょっとこう、ストレス発散というか、それぐらいしかなくて、あと音楽聴いたりとか、しんどかったんですよ。それで限界が来たのが7、8ヶ月目でね、もう、これをやり続けたら、どん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 良くなるんだろうな、と思ったけど、やり続けられなくなりました。で、結果的には、前の自分に戻りました。戻ると、まあ、なんだろう。自分の内側と発する言葉とが一致するので、ストレスは減りました。だってナチュラルだもんね、その方がね。で、そっから先は、ビジネス上の工夫改善はやりましたけど、その、うまくいってないけれども成功者のように振る舞うとか、成功者のように、こう、見栄を張る。つまり、身の丈に合ってない服を着たりとか。まあ、もし車に乗ってたら言われた通り、ベンツを、中古車を買いました。でもまあ、そういうようなことをやるとか、なんか成功者っぽく振る舞おうとか、そういうような本もね、結構いっぱい読んだんだけど、それはやってないです。つまり、その頃以降は、例えば今ですけど、着る服は、ユニクロの下着で、で、これは、千葉センタービルっていうね、本町にあるんですけど、問屋街で買った980円の服を、もう多分、5年は着てます。ポリエステルなんで、何回洗濯しても傷まない。あと10年は着るんじゃない？まあ、そんな感じで、高い服を着ていないし、まあ、相変わらずメイクはしてないから化粧品代はほぼかかっていない。その口紅代と眉毛代ぐらいじゃないですか。基礎化粧品使ってないし。で、
まあ、100均で済むんだったら100均のもの買ってるし、飲食も、うん、サイゼリア、モスバーガー、松屋吉野家、鳥貴族、チェーン店のうどん屋さん、とかそんな感じですしね。まあ、お金そんなに使ってない。で、あとは何があるかな。あ、そう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 。昔ね、バリバリバリューっていう番組があったの知ってます？テレビ番組です。成功してる人、お金持ちのお家に訪問して、どれぐらいの資産があるかっていうのをね、こう、紹介してもらうっていうね、お金持ち自慢番組あったんですよ。私実はね、あれ何歳ぐらいの時だろうな、30代前半ぐらいかな、そのバリバリバリューに出演依頼が来たんですよ、テレビ局から。で、それはね、10代で起業して、創業社長で、そして、お金持ちっていう人の特集の回のなんか出演依頼だったんだけど、結構テレビで出演交渉があって、で、あ、いいですよ、うん、出てもいいですよって、なんかね、出る人が少なくてすごい探してらっしゃって困ってらっしゃったんだよね。で、最初断ったけど、2回3回ってこう電話がかかってきて、出てくれる人いないんですよ、本当に、みたいな。うん、ちょっと話がどんどん横道逸れてるけど、バリバリバリオにね、出るとね、やっぱりね、子供誘拐するぞとかね、脅迫電話とかいっぱいかかってきたりとかしちゃうようになってたんだって。だからね、家族やお子さんがいる人はね、やっぱね、お金持ってても、出演したくないっていう人が多くて。で、そんな中で私ね、子供がいなかったんで、それでね、断ったけど何回も出演依頼が来たんですよ。で、いいですよ、じゃあ出演しますっていう話までなって。で、じゃあお宅訪問して家を撮らせてもらいたいと思うんですけど、その前にまず、当時はまだスマホがなくて、なんだ、ガラケーですけど、写メ撮ってください。家の中の写真をって言って。で、持ってる服の中で一番上等な服、見栄えのする服の写真くださいって言って。で、私張り切って家の写真とか送ったんですよ。そしたら、帰ってきた返事が、もっと上等なミンクの毛皮のコートとかありませんか？何百万もするやつとか。ないですみたいな。この、なんか、ポリエステルの。うん、普通のダウンジャケットしかありませんとか、うん、あとお部屋って一番広いゴージャスな部屋その部屋ですかって、はいこの部屋ですみたいな、このリビングしかありませんみたいなね、ソファーってそれなんですか、もっとなんかゴージャスないかにもお金かかってそうな何百万もするソファーありませんか、いやありません、ヤフオクで買った6万円の中古のソファーですみたいな、でも定価はまあまあ10万何万円だと思いますよみたいな感じでね。で、車なんかないんですかとかって。うん。ポルシェとか乗ってませんかって。乗ってないです。そもそも免許もありません。ないんですか、ベンツとかないんですかって。ありません。うん。まあ、そんなわけで、別荘もない。クルーザーもない。うん。で、ベンツない。フェラーリない。ポルシェない。何百万の毛皮のコートがない。シャネルのアクセサリーがない。バッグがない。何にもない。うん。どんなバッグなんですか？いやー、その辺の駅前で買った数千円のバッグ使ってますみたいな。それで結局、あなたはバリバリバリューで紹介するものがないので、出演お断りしますって言われて。うん。そんなおもろ体験もありましたね。まあそんなわけで、今は、まあ割と普通の家に、マンションに住み、普通の生活をしてます。ただまあ、マンションはね、普通の人が、今二人暮らしですけど、パートナーと。普通の人が暮らすんだったら、ここは多分4人から5人用の間取りかな。ただ、なんでそんな間取りのとこに住んでるかっていうと、そこを事務所のようにして、事務方のスタッフさんのデスクを置いていたりとか、あとは商品在庫を置く倉庫にしてる部屋があったりとか。まあそんな感じなので、ちょっと広い間取りのマンションに住んでるけれども、別にタワーマンションの最上階のペントハウスに住んでるわけでもないしね。うん、そんな感じの毎日です、うん。はい。横道にめっちゃそれましたけど、戻してまとめると、いい言葉を使い、悩み事を極力人に話さず、うん、ちょっと背伸びすることにはなってしまうけれども、感謝の言葉なんかを、たとえ感謝してない時でも、極力使って、うん、言葉も意識することにより、
私の場合は人からこういろいろどうやったらうまくいくのって聞かれるようになったり、向こうから連絡がいっぱい増えて、で、それまでね、教室の隅でおとなしくて、こう、全然人気者と無縁だった私なんですけど、わ、なんか人生でちょっと人気者になってるみたいな現象が起こり。で、人が集まってくるといい話も来るのよ。例えば、映画のチケット余ってるけど、陽子ちゃんいる?とか、食事の割引券があるから一緒に行こうよ、とか、そういうのも増えたりして、で、いい話やチャンスも増えました。それからビジネスに関しても注文件数が増えて売り上げも上がりました。というお話です。あなたももしこれ聞いて、お、やってみようかなって思うんだったらぜひやってみてください。ただね、注意ポイントは一つだけあります。これを言って終わります。やったりやらなかったりする実験だったら、あんまりはっきりした差は出ないかもしれません。だから、やるって決めたら、誰一人に対しても、不平不満や愚痴や悩みを言わないことです。家族やパートナーや友達、一番親しい友達にも言わない。本当に実験期間中は、言霊を意識して、綺麗な、明るい、ポジティブな言葉しか使わない。これぐらいのつもりで、徹底的な実験をやるってことです。そうすると、ビフォーとアフターの差がね、はっきりわかると思います。で、あ、やってもやらなくても一緒だなっていう結果が出る人もいるかもしれないし、それはね、私とまた人生が違います。状況が違いますから、わかりませんが、でも、面白いなって思ったらやってみてください。はい、以上です。今日も聞いてくださってありがとうございました。まだね、しんどい時期が続きます。わけもなく不安感や焦りや孤独、このままじゃダメだとか、こんな自分じゃダメだとか、すごい無力感。こういうものに襲われて、しんどくなってる人もひょっとしたらいるかもしれない。そういう人、離れてますけど、人の意識は時空を超えますからね。エアーでちゃんと繋がっておきましょう。大丈夫ですよ。大丈夫です。そして乗り切れますから。このままってことはありませんから。またお会いしましょう。ありがとう。またでーす。